約束を守らない人だ。私は全然約束守っているつもりなんですけどね。だって10月終わるから。君に会いに行こう。これなんか原点に帰った気がする。なんか清々しいよみんな。1日目の夜に京都じゃなくて大阪やってきました。デジモン一番くじ。皆さん、9月最後の動画になるんですけれども、昨日あげました10月の作戦会議動画ご覧いただけましたでしょうか。まだの方はね、そちら見ていただきたいんですけれども、とにかく10月がヤバすぎる。ヤバすぎるなんていう生ぬるい表現じゃ抑えられないぐらい終わってる。10月がで、最近ね、皆さんのコメントよくいただくのが、この人は最初に宣言した回数普通に超える、約束を守らない人だってコメントいただくんですけれども、そんなことないですよ。私は全然約束守っているつもりなんですけどね、記憶がないんですよね。頭真っ白になっちゃうんです、引いてる時に。あのね、今回はね、それを証明するために、なんといつもの聖地ではなく、初日は基本的に1日並び直しとかじゃないよ、1日目の回数制限が5回までのお店に行きたいと思います。あの、もう無理やり我慢強制的に我慢。これなら俺でも絶対我慢できると思ってね。頭いいでしょ。もう絶対的に我慢できる方法を考えました。ああ、回数制限のお店に行けばいいんだと。だってそうすれば絶対我慢できる。A 賞、インペリアルドラゴン、アソトス、2。C 賞、デュークモン、噛んだ。デュークモン、アソトス、3。熱いね。C 賞、V モン、ギルモン、アソトス、3。これ2体セットなんやね。ってことで上位賞はね、80分の8、まあ10分の1になるようにしたんでしょうね。まあ正直な話すれば、もちろんね、 A か B、 狙いは A か B なんですけど、もちろん C でもいい。でそもそも80分の8で5回でフィギュアを出すってなるとかなりきつくなるよ。だけどまあしゃあない、ここはね、妥協というか我慢しないと。だって10月終わるから、全ては10月に向けた布石でございます。それでは今日デジモン引かれる方、一緒に神引きしようじゃありませんか。最高不機嫌な蝶になって、きらめく風に乗って、今すぐ君に会いに行こう。うん、まあ開店して5分だからね、フル勝負といきますか。皆さんフル勝負でございます。あ、よかったみんなちゃんと回数制限あったわ、助かった。いや、逆にあった方がいいでしょ。マジで助かった。行くわ。すいません、5回お願いします。さあどうしようかな。前から、前の方から、後ろの、いや真ん中行こう。真ん中、はい、5枚です。ありがとうございます。行きます。よいしょよいしょよいしょ。うわー、ハンドタオル、アンドタオルばっかり。あー、やばい、行こう。あー、はい、すいません、ありがとうございます。出なかった、みんな無理や、無理やった、みんな。はい、すいません、ありがとうございます。皆さん、出ませんでした。余裕で悔しすぎる。あのさ、フィギュアを取れずに帰るっていう感情を忘れてたぜ。うん、最近結局さ、自分の中でさ、なんていうの、フィギュアを取って帰れてる自分がばっかいたからさ、それが当たり前と思ってた。これが普通なんやろな、みんな。これが普通やろな、マジで。そうやろな、マジで普通やろな。だって普通にさ、まあ俺の視聴者様に関しては化け物ばっかりやから、フィギュア当たるまで引いとる人もおるかもしれんけど、普通の一番くじのなんていうの、楽しみ方なんかな、苦しまずに純粋に楽しめる方法っていうのかな。俺なんか原点に帰った気がする。何が原点に帰ったや。普通にフィギュア出せん俺が悪いだけだろうが。何言ってんねん。陽キャイラ京都なんて忘れた方がマシさ、これ以上洒落てる時間はない。いや、ないよ本当に洒落とる時間なんて。まあでもなんかさ、当たってないんやけど清々しい、なんか昔の俺に戻れた気がする。なんか初心に帰るっていう表現が一番正しいのかは分からんけどね。えなんかそのめちゃめちゃ引いてるじゃんこいつ、だって配信者だもん、そりゃ引くよな動画のためにみたいな思われてるかもしれませんが、まず私は動画のためには引いておりません。もちろん動画撮れんかったら残念ですけれども、
動画のためにまずそもそも欲しいフィギュアしか引いてないからね、俺欲しいフィギュア欲しい好きなくじだから付加価値をね、動画は言ってまえば一番最初思い出した本当に5回でフィギュアなしで帰る、だって本当最近フィギュア絶対ゲットしとったみたいなとこあったやんか、なんか清々しいよみんな清々しい俺、なんか嬉しい嬉しい。でね、皆さんにちょっとお伝えしたいことがありまして、この前の下村と引きに行ったワンピースの一番くじの動画で遠征、今度神戸京都遠征行くって言ったじゃないですか、10月13、14に、あれちょっと一箇所追加になりまして、まあ理由は2日目の京都でやることがなさすぎるから、1日目頑張って神戸、ま、巻いて巻いて回ったのに、あの俺ら寺とかあんまり興味ないのね、京都行くくせに寺行かんのなんやねんってなるけど、あんまり興味ないのよ、だから無理して行く場所でもないやん寺って。そこで俺らが考えた案が1日目神戸、これ変わらずで、あのコメントでいただいた中華街とかあとはっていう水族館も回ろうと思ってる、1日目の夜に京都じゃなくて大阪、ちょっと回り道なんやけど大阪行ってから京都に行こうと思ってます。大阪は遠征一番くじ第1回の遠征一番くじでも行ったんやけど、まあ大阪行くしかねえやろってことで、大阪はね確か2店舗かな、梅田ヘップ5の中とあと心斎橋パルコ新しくできたやん、こっちの心斎橋は。で、あの前回ワンタイトルで108回ハンターハンター引いた伝説の土地なんやけど、再び舞い戻ると思います。で、1日目大阪で泊まってから2日目大阪プラス京都行く予定になりました。てかもうほぼこれで決まりです。なんで1日目の昼に神戸の公式ショップで、1日目の夜に大阪の心斎橋パルコの公式ショップで、2日目の朝に梅田ヘップ5の公式ショップで、2日目のいつになるか分からんけど、まあ大阪から京都って近いからね、昼過ぎぐらいかな、もうちょい後かな、まあ、夕方前ぐらい、昼過ぎ夕方前ぐらいの時間帯に京都の公式ショップ行きます。ありえんぐらいの遠征一番くじ、弾丸遠征一番くじになりそうなんですけれども、まあなんとかはなるでしょうということで、大阪もね行くことになったので、もし視聴者様の皆様、大阪住みの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。ぜひね視聴者様と引きたいよね一番くじ。それでは今の気持ちを歌に込めます。無限大の夢の後の何もない世の中じゃ些細とし、思いも負けそうになるけど、ステーションチなイメージだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ。Oh my lord 疲れた。もうなんか今日はすがしがしくていい。